関門橋。関門橋は、山口県下関市と福岡県北九州下地区の間の関門海峡をまたぐ道路橋の名称、及びこの橋梁を含む区間の高速道路、高速自動車国道の通称。関門海峡の最強部である、下関市段の浦と北九州下地区文字、若目狩地区を結ぶ海上橋で、1973年、 昭和48年11月14日に開通。橋町1068メートル、M、最大島町712メートルは、若戸大橋、橋町627メートル、最大島町367メートルをしのぎ、開通時点では日本及び東洋最長の橋となった、1983年、昭和58年開通の因島大橋が、 関橋を上回る規模の橋として完成し、その後もより大規模な橋梁が複数仮設されている。若道大橋と並んで、その建設は明石海峡大橋など、国内の長大橋の先駆けとなった。形式は標準的な三景間の吊り橋で、ほ津よしげはトラス。橋梁等の防食法には、容赦が採用されている。関門海峡は、 大型船舶も航行する重要航路であることから、桁下から海面までは61メートルの高さを確保している。主ケーブルの直径は67セントメートル、センチメートル、ハンガーケーブルの直径は53センチメートル。1973年、昭和48年度には、橋梁、高構造工学での優れた業績に対して贈られる、土木学会、田中賞。 作品部門を受賞。佳境から40年が経過し、交通量の増大に伴い様々な部分に劣化が進んでいることから、2011年度からの5年計画による大規模補修を行われた。具体的な補修内容としては、発つよしげた都市塔の塗り替え塗装、保護剤補修都市章及びボルトの交換、劣化が著しい兄弟上面と仮面の、 コンクリート昇番の補修と舗装打ち替えなど。特に昇番補修においては、2013年8月から3期に分けて工事が行われ、この間は片側3車線のうち2車線を通行規制して1車線運用するほど大規模なものであった。橋梁の全国間を含む下関 IC 文字、IC 間の高速道路としての法定路線名は関門自動車道となっており、 正式には、下関 ICE 等の中国自動車道でも、文字 ICE 南の九州自動車道でもない、国土開発幹線自動車道以外の指定高速道路である。ただし、この区間のキロポストの標識及び、インターチェンジ番号は、スイタ JCT、中国道起点からの2であり、一般道での各インターチェンジへの案内標識も、基本的には、中国自動車道、 九州自動車道と表記され、関門橋、関門自動車道と表記されるケースは少ない。ただし、地図での表記は、関門橋、または、関門自動車道、関門橋道路となっている。全区間が、西日本高速道路九州支社、北九州高速道路事務所下関社屋の管理区間。建設費が割高なことや、国道2号の関門トンネルと交通量を、 適正配分するために、関門橋を含める下関 IC 文字港、IC 間の通行料金は開通当初から長らく、普通車で 1km あたり64円、通常区間の約2.6倍に設定されていたが、2011年8月1日から2014年3月31日の、期間限定で通常区間と同じ通行料金に、大幅値下げされていた。 2014年4月1日から元の料金に消費税上昇分を加算した新料金となったが ETC 利用時は割引料金が適用されている。関門海峡を横断する陸上交通網では唯一地上にあり、山陽本線、国道2号、山陽新幹線は海底トンネル、アジアハイウェイ1号線、R1 の一部を構成している。 下関 IC 文字工 IC は片側3車線。高速道路ナンバリングによる路線番号は中国自動車道ともに E2A が割り振られている。休憩施設は福岡方面に段の裏パーキングエリア PA、山口方面にめかり PA がそれぞれ設置されている。どちらも本州と九州の対岸に位置した PA で、 レストランと24時間営業の売店が備わっている。壇の裏 PA には宿泊施設、ファミリーロッジ旗小屋もある。ただし、ガソリンスタンドは、どちらの PA にも設置されていない。24時間交通量、大道路交通センサス。2010年、平成22年度調査の交通量が2005年、平成17年度調査のものに比べて極端に増大しているのは、 調査期間中が関門トンネルのリフレッシュ工事中であったためで、通常はトンネルに向かう交通量がすべて関門橋に集まったことによるものである。関門橋に並行する国道2号関門トンネルは、開通から半世紀、建設開始からは70年以上が経過し、老朽化が著しくなっている。このため、定期的に大規模な補修事業を繰り返す必要に迫られている。 補修事業が行われ、関門トンネルが全面通行止めとなる場合には、下関 IC も事故 IC と文字 IC に限り、関門トンネルの料金で関門橋を利用することができる。逆に、台風などにより関門橋が通行止めとなる場合には、関門トンネルに振り替えが行われる。関門トンネルを通っても関門橋を通ったことと、 見なされ、関門トンネルの料金を別に請求されることはない。上記の事情もあり、NEXCO 西日本、西日本高速道路は、現在に至るまで関門橋と関門トンネル両社を一括して管理している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。